浜田雅功さん。公明党の浜田雅功でございます。久しぶりに行政監視委員会で質問させていただきます。私からは賃上げに向けての行政誘導型制度の問題点、効果について質問したいと思います。岸田内閣は新しい資本主義を掲げておりますが、その大前提は継続的な賃上げでございます。この点に関しまして、我が党では先週、日本総研の山田久志副理事長をお招きしまして、講演会をさせていただきました。非常に私はそうかなと思った点は、日本ではですね、アメリカ型、欧州型とは違う賃上げモデルが必要ではないかという指摘をいただきました。つまり、アメリカ型というのは、労働者の転職、労働移動を基盤とした賃上げモデルですね。経営者が有能な労働者を引き止めるために賃上げを上げていくということ。ヨーロッパ型というのは職業別組合ベースとした賃上げモデルなんですが、日本の場合は企業内組合が一般的なので、春闘という形はとっても、欧州型モデルの効果が大企業が中心となって限定的にならざるを得ないというものでございました。成長と分配の好循環に向けて、特に中小企業の賃上げが重要なテーマと考えています。企業数で9割以上、就業者数では7割なわけでございますが、特にウクライナ情勢等によりまして、仕入れコストが上がり、利益が圧迫される状態にありますが、このような中でも中小企業の分配、中小企業における賃上げに向けての価格転嫁の円滑化を進めていくことが必要でございます。その対策の中で、パートナーシップ構築宣言という行政誘導が進められています。これは例えば取引価格の決定につきまして、下請け事業者からの協議の申し入れがあれば、それに応じることなどを盛り込まれることになっておりまして、その企業の代表者の名前で宣言されるということで、価格転嫁につながり、下請け中小企業の賃上げ余力が生まれるというもので、一つの行政誘導型の下請け中小企業の賃上げ施策かと思います。しかしながら、宣言企業はかなり増えてきておりますが、3月25日時点では6800社なんですが、その内訳を見ますと、大部分が実は中小企業なんですね。資本金3億兆の企業は1倍程度しか入っていないと聞いております。本来、賃上げ税制の効果を受ける企業が多い大企業の宣言、これを中心に期待していた制度なのに、なぜ中小企業は9倍となっているのか、それはある行政制度によって誘引されているからでございます。それは中小企業に対するものづくり補助金とありまして、これには賃上げの加点措置ってあるんですね。実はこのものづくり補助金、2019年度末から実施されて、昨年度末までに募集されたとされたものが2万3000社でございますが、この2万3000社の中小企業のうち 63% の1万5000社が、この賃上げ加点制度を活用するために、経営者が従業員の代表者に対して給与支払い総額を年 2% 以上、または事業内最低賃金を地域別最低賃金を60円以上上回ることを宣言し、お互いに署名捺印をしているというものなんですね。このことから学ぶことが2つあるかなと思ってまして、1つはパートナーシップ構築宣言を大企業を中心にさらに拡大するためには、大企業補助金などの参加要件にこれすべきではないかという点、もう1つはものづくり補助金の採択企業の賃上げ時点は補助事業終了後1年後となっているため、今後これらの中小企業が賃上げを十分にしないと補助金の返還まで求められると聞きました。よって賃上げ宣言をしても採択された中小企業の賃上げをこのウクライナ情勢で経営が苦しい中でもできるように環境整備をしなきゃいけない、これは急務だということでございます。そこでまず1点目に関しまして、経済産業政務官に質問させていただきます。パートナーシップ宣言企業の現状と価格転嫁円滑化に向けた効果、各種補助金での加点措置の利用実績と今後の改善の方向、さらにパートナーシップ制度の実効性を高めるためにどう取り組んでいかれるのか、お答えいただきたいと思います。吉川経済産業大臣政務官。お答え申し上げます。まずパートナーシップ構築宣言の現状といたしまして、3月末時点での宣言企業数は約6900社、先ほどお話しいただいておりましたとおりでございまして、このうち資本金3億円を超える大企業は、全体の1割程度となっております。
またこの制度の効果につきましては、宣言企業向けのアンケートの調査によりますと、8割程度の企業が価格協議について申し入れの都度を実施していると回答をしておりまして、宣言企業においては価格転嫁に関し一定程度の取り組みが見られるというところでございます。補助金における宣言企業向けの加点措置、先ほど委員お話のところでございますけれども、につきましては、例えばものづくり補助金では、これまでに3000件以上が利用されているところでございますけれども、特に大企業の宣言拡大、この観点から、例えばサプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金でありますとか、ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業など、大企業も活用可能な補助金においても、新たな措置を、加点措置を講じているところでございます。他方、この宣言内容が取引現場にまだ浸透しておらず、実行されていない場合もあるという声もございますので、制度の実効性向上に向けた取り組みも必要であると考えているところでございます。パートナーシップ構築宣言では、企業が実質的に宣言をするものであるため、現時点でペナルティというものは考えてございませんけれども、他方、従前から行っている下請け事業向けの各種調査と、宣言企業向けの調査、こちらを組み合わせまして活用し、下請け企業からの回答と、宣言企業からの回答、これが整合しない場合などにおきましては、宣言文のホームページからホームページの公表を取り下げる、このようなことも視野に入れつつ、制度運用を行ってまいりたいと思っております。加えまして、このパートナーシップ構築宣言に加え、下請け G 面へのヒアリング、あるいは関係法令の執行等も合わせて進めることによりまして、価格転嫁の円滑化にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。浜田雅之さん。今、政務官から大企業向けのサプライチェーン補助金やワクチン補助金などの加点要素もしながら、ぜひ大企業の参加をもう少し増やしていただいて、かつ形だけじゃなくて、しっかりと下請け中小企業に価格転嫁ができるように、取り組んでいただきたいと思います。一方、ものづくり補助金等の賃上げ加点や特別額の制度は、赤字企業でも賃上げに向けたインセンティブを設けるという意味では、重要な取り組みと認識しております。一方、申請時点では賃上げに取り組むとしながらも、実際には何もしないという事業者がいれば、これは問題でありまして、補助金の採択事業者については、その後の賃上げが行われたのかのフォローアップをする必要があります。そこで経済産業省に質問しますが、経済産業省の持続化補助金やものづくり補助金における賃上げ加点、特額の活用状況はそういってどうなっているのか、賃上げにおける優遇措置で、賃上げされなかった場合のペナルティについて、具体的にどのように運用になっているのか、お答えいただきたいと思います。中小企業庁佐々木経営支援部長。お答え申し上げます。中小企業の設備投資等を支援するものづくり補助金は、給与支給総額を年率平均 1.5% 以上増加させること、および事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高い水準とすることを申請の要件としてございます。さらに給与支給総額を年率平均 2% 以上増加させた上で、事業場内最低賃金を地域別の最低賃金より60円以上高い水準とする場合には、審査の際、加点を行ってございます。また、付加価値額が増加しているにもかかわらず、賃上げ等にかかる要件を達成できなかった場合には、補助金の一部返還を求める制度とすることで、賃上げ等の実効性を確保しているところでございます。ものづくり補助金につきましては、令和元年度以降、約 2.3 万社を採択しており、多くの事業者の生産性向上、賃上げに寄与しているところでございます。また、補助金に申請した事業者の5割以上が、
給与支給総額を年率平均 2% 以上増加させる計画を立てるなど、各事業者の賃上げに向けた行動につながっていると考えております。同様に、小規模事業者持続化補助金でも、一部の申請類型におきまして、賃上げ加点措置および別枠を設けた優先採択措置を講じてきてございます。これらの申請類型について、令和元年度以降、これまで約7万社を採択してございまして、このうち約1割が加点措置等による申請に該当してございます。また、ものづくり補助金と同じように、一部の申請類型では、事業終了から1年後までに賃金引上げが実施できていない場合、補助金の返還を求めることとしてございまして、措置の状況に応じて賃上げ等の実効性を確保してございます。浜田雅之さん。次に確認のために厚生労働省に質問します。経産省の補助金、今ありましたものづくり補助金、持続化補助金等でございますが、これで賃上げを表明することによって加点との仕組みがありますが、この関係で事業主が従業員代表にその旨を書類で宣言し、それに対して従業員代表が署名捺印すれば、それだけで適切に労働条件を変更したということに言えるんでしょうか。またこうした表明をしたことによりまして、賃上げが決定したとして、キャリアアップ助成金や業務改善助成金が申請できなくなると、できなくなると、こういうことはないと考えていいんでしょうか、お答えいただきます。厚生労働省大臣官房、青山審議官。はい、お答え申し上げます。一般的に労働条件を変更する場合には、労働者との個別の合意や就業規則の変更などが必要とされております。このため、事業主が単に賃上げすることを表明することのみでは、労働条件の変更があったことにはならないものと考えられますが、最終的には司法によって判断されるものでございます。また、キャリアアップ補助助成金、業務改善助成金の申請につきましては、いずれの助成金についても、ものづくり補助金等の申請において、賃上げの表明等を行っていることのみをもって、支給の対象外とするような取り扱いはしていないところでございます。浜田雅之さん。今答弁ございましたように、賃上げを宣言した事業者も厚労省の助成金を活用できるということでございますので、再度経済産業省に質問したいと思います。経産省の持続化補助金、またものづくり補助金などにおきまして、今後事業内最低賃金の引き上げ、また給与支払い総額のこの増加の採択案件がその期限を迎えるんですね、順次。その、この事業者がこのあの賃上げしないことによるペナルティーを受けないようにですね、しっかり賃上げできるように、厚労省の助成金、今ありました業務改善助成金であったり、キャリアアップ助成金ですが、積極活用できますように、しっかりと厚労省と連携して、その賃上げ環境の整備に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。中小企業庁、佐々木経営支援部長。お答え申し上げます。賃上げに向けた支援策を周知し、より多くの方々にご活用をいただく観点から、厚生労働省と中小企業庁とで連携いたしまして、中小企業、小規模事業者を対象とした各種の賃上げ支援策を整理した上で、最低賃金、賃金引上げに向けた中小企業、小規模事業者への支援施策紹介マニュアルとして、両省のホームページに掲載をしているところでございます。今年の3月には、このマニュアルをものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金の採択者に対して渡すことで活用を促しており、4月1日にも再度案内を行ったところでございます。今後とも引き続き、厚生労働省と連携しつつ、中小企業、小規模事業者の賃上げ環境の整備に努めてまいりたいと存じます。浜田雅之さん。次に、公共調達を通じた賃上げ誘導について質問を移します。2021年12月17日付で、財務大臣から各省庁に発出されました、総合評価落札方式における賃上げを実施する企業への加点措置につきまして、その趣旨および期待される効果についてお答えいただきたいと思います。財務省主計局、奥次長。
お答え申し上げます。お尋ねの財務大臣通知は、昨年11月に閣議決定されました経済対策におきまして、政府が賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受けまして、総合評価落札方式による政府調達において実施することとした加点措置に関連して発出をいたしたものでございます。具体的には、令和4年度以降に契約する総合評価落札方式による政府調達にかかる入札に際し、入札参加事業者が大企業にあっては対前年度比 3% 以上、中小企業は 1.5% 以上の賃上げを行うことを従業員に対して文書で表明した場合、評価の加点を行うことなどといたしております。本制度が多くの事業者の方々にとって賃上げ表明を行う契機となり、民間企業全体の賃上げ機運の醸成につながることを期待いたしております。浜田雅之さん。この通知の対象がこの4月1日から始まるわけですが、ちょっと確認なんですけれども、これはいわゆる公共事業じゃなくだけじゃなくて、物品役務の調達も含んでいると考えていいんでしょうか。財務省主計局奥次長。先生お尋ねのとおりでございます。浜田雅之さん。そういう意味ではそのかなり幅広いんですね。これをうまく使っていくというのは重要かなと思っております。次に、公共調達、特に公共事業が最も多いと考えられます国土交通省について質問したいと思います。本年度4月1日からスタートした国直轄事業の総合評価落札方式による賃上げ実施企業に対する加点措置の制度概要はどうなっているでしょうか。国交省の調達に占める賃上げ加点方式の占める割合はどの程度か、また本制度に対する産業界の受け止めはどうなっているでしょうか。お答えいただきたいと思います。国土交通省大臣官房広瀬技術審議官。お答えいたします。国土交通省が行う総合評価落札方式による調達におきましては、今ほど財務省からご答弁がございました政府の統一方針に基づき、入札時に一定の基準以上の賃上げを行う旨の表明書を提出いただいた場合に、技術点における加算点の 5% 以上を加点することとしております。例えば従来の加算点が40点だった場合におきましては、本制度による加算点を3点加えます。また加点を受けた受注者に対しては、賃上げを実施するという表明があった期間が終了した後に、その実績を確認し、基準に達していない場合には、その後、1年間調達で加点を上回る減点措置を行うこととなっております。また、占める割合でございますけれども、国土交通省に行う契約のうち、工事・建設コンサルタント業務等を合わせた、いわゆる公共工事等の金額、約3兆2000億、件数では約2万6000件にございますけれども、そのうち総合評価落札方式による契約は、これは令和2年度の数字でございましたけれども、金額で約2兆7000億円、件数で約1万7000件になってございまして、割合としては金額ベースで約7割、件数ベースで約8割でございます。本制度が導入することが公表されて以降、建設業界の皆様からさまざまなご指摘やご質問を頂戴いたしました。特に賃上げ実績の評価について、企業の多様な実態を踏まえた評価方法の明確化を求める声が多く聞かれました。これに対しては、先般、財務省から各企業の実態を踏まえた柔軟な運用が明確化されたところでございます。国土交通省でも、これについて地方整備局等を通じて、関係者の皆様に説明するなどしており、こうした対応により、建設業界の多くの皆様に賃上げを表明いただける環境が一定程度整ったと考えているところですが、引き続き皆様からのご意見をいただきながら、本制度を丁寧に運用してまいります。浜田雅之さん。今ご答弁ございましたように、国交省の公共工事等の契約は、金額で全体で3兆2000億円。その7割の2兆7000億円がこの対象になると、賃上げ過程の対象になる、件数ベースでいうと、2万6000件のうち1万7000件が対象になるということでございますので、このそれぞれ件数でベースで1万7000件、金額ベースで2兆7000億円、すべてがこの加点方式の対象になると、もう一度確認していただけますか。広瀬技術審議官。お答えいたします。
今、委員ご指摘のとおり、国土交通省が行う総合評価脱税方式による調達はすべて対象、これは令和4年4月1日以降でございますけれども、先ほどの令和2年に照らし合わせれば、委員ご指摘の数字ということになるかと思います。浜田雅之さん。数字ということじゃなくて、総合評価落札方式をすべてこの加点方式の対象にするということでよろしいですね。広瀬技術審議官。お答えいたします。委員ご指摘のとおりです。すべて対象になります。浜田雅之さん。今ちょっと確認させていただいたのは、実はこういう加点はすでに過去もやっておりまして、いわゆる女性活躍推進法第20条4条における公共調達ってあるんですね。ただこれはですね、国交省の公共工事の中で、対象になっているのが6000億しか対象になってないんですね。だ全部ではなかったんです。物品役務の方が多くて 1.3 兆円だったんですが、今回は今ご答弁ございましたように公共工事の全体の 2.7 兆円件数で1万7000件がこの加点の対象になるというのは非常に規模が大きいと思ってますので、これをしっかりと運用していくのが重要と思ってます。時間がなくなってきましたので、最後にしたいと思いますけれども、これ運用するのはとても重要なんですが、今ほどもございましたように産業界の受け止めは結構あります。つまり確実的に運用すると、今もありましたように加点をして達成しないとその事項は減点になっちゃうんですね。だから本当にその賃上げをするかどうかっていうのは法人税の確定申告のデータでチェックするんですが、たまたまベテランの人が辞めてしまったりとかですね、とで賃上げが形上下がっているとかですね、そういう状況もありますので、この賃上げ実績の確認方法につきましてですね、同等の賃上げ実績を認めることができる場合の弾力的運用など、官民でありながらも建設事業者の理解が得られる制度運用の取り組みを再度国交省から答弁いただきたいと思います。広瀬技術審議官。お答えいたします。本制度の賃上げ実績の確認にあたり、先ほど申しましたように先般財務省から各企業の多様な実態を踏まえて評価が可能であることを明確にする運用が通知されました。その中ではですね、同等の賃上げ実績を認める場合については、中小企業等においては、実情に応じて給与総額、または1人当たりの平均受給額のいずれを採用することも可能、継続雇用している給与等受給者への支給額で評価できる、災害時の超過勤務や一時雇用、業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて評価できるといった具体の事例が例示されてございます。また国土交通省では本制度に対する疑問を解消するために、本省、地方整備局等に問い合わせ窓口を設けるとともに、全般にわたるご質問に対する回答につきましては、Q&A 形式で公表して回答を示しており、この中で、例えば賃上げ実績の確認に賃上げ促進税制で用いられる申告書類も使える旨を示すなど、負担の軽減にも努めているところでございます。引き続きいただいたご意見、ご質問に丁寧に対応し、賃上げに真摯に取り組まれるすべての企業が本制度に参加いただけますよう、適切に制度を運用してまいりたいと思います。浜田雅之さん。実際の運用では、その税理士さんに相談をして、同等だと、判子してもらったら OK になるという、こういうことも運用されているようでございますので、ぜひ弾力的運用で、この制度が広く行き渡るように、こういう行政誘導型の賃上げっていうのは、ずっとやることが必要だと私は思っていません。ただある程度この賃上げというものが、新しい資本主義として定着していく最初の段階では、しっかりと行政的にも後押しをしながら、そして最終的にやっぱり労使間でうまく話し合うできる社会にしていくと、そのためにもいろんな制度をしっかりと点検してまいりたいと思います。以上、終わります。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、小川克美さんが委員を辞任され、その補欠として小野田紀美さんが選任されました。大塚